ここじゃないって、ここじゃないって言われても、守衛がこっちだって言うから来たんだけど、なんか下ろし場所が違うって言われて、一回下ろしたのにまた積んじゃったよ。だって守衛がこっちだって言うから来たんだけど、あっかりウォークマンが下ろした後に気づくんだもん。困っちゃうよね。一回外出て、なんかすぐ隣らしいけど、川挟んで向こう側なんだよね、隣といっても。やれやれです。いや、雨で濡れちゃうよ。今日も土砂降りです。今日はね、7月15日金曜日朝の9時20分、ちょっと移動します。隣なんだけどね、隣なんだけど、川挟んで向こう側なんだけど、番地は一緒だって言うんだよね。で、担当者の名前が書いてあるから、それも守衛で伝えたんだけど、守衛がよく分かってなかった。川挟んで向こう側なのに番地が一緒って、なんか不思議ですね。やれやれだなぁ。で、下ろしたら、国パレットの前に相模原で下ろす分を積んでるんだよね。これイベント用の荷物だから、看護台車とかあって、ちょっと複雑な積み方になってます。で、横開けても看護台車転げ落ちないように、なんとか床ラッシング使って落ちないようにしてます。で、左側しか開けれません。で、左側から2パレット取ってもらってっていう感じです。2パレット下ろしたら、相模原でイベント用の荷物を下ろします。9時35分、茅ヶ崎完了です。次は相模原。まあ、高速で行って1時間ぐらいかな。出します。入り口通り過ぎちゃった。もう一回入り直し。お疲れ様です。11時8分相模原完了しました。ちょっとしんどかったね。ウェイトが重くて動かなかったわ。一つの平台車に20個乗せたんだけど、400キロだね。動かなかったな。力任せにすれば動くけど、ちょっと腰痛めそうだったから。
2つぐらい下ろして18個にしたらなんとか動いた。昼飯食べて次はね東北区、東北区で積ん3パレット積んで当日横浜市都筑区3パレット、それで今日は終わりです。片付け、昼飯、鶏のフライ、きんぴらごぼう、あとご飯です。赤飯ではありません。新潟県にある柏崎刈羽原発では変圧器で火災が起きる被害などが、いただきます。気づいて玄関先に出てきたこの部屋に住む高齢の男性を刃物で切りつけ怪我をさせたとして、近くにお疲れ様です。午後2時30分東北区から都筑区の3パレット終わりました。今車庫戻ってきて、多分もうないから上がりですね。土砂降りだ。いやー、すごく眠かったね、今ね。お昼食べてすぐ動いたから眠かった。明日は休みです。で、日曜日は、あります。夕方午後4時の港区引き取りだけですね。で、月曜日は旗日で、月曜日も
あります、江東区。これはなんか、2トン車でやる仕事ですね。そんな感じです。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございます。おめでびちょ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 です。